中村福助は歌舞伎役者の名跡。野号は東京の福助は聖駒屋、大阪の福助は高砂屋。福助は三代目中村歌右衛門の幼名、福之助に由来する。名跡も同様に当初は歌右衛門の前に襲名する前名だった。明治になって福助がに系統に割れると東京では歌右衛門と主観双方の前名となり、 大阪では、梅玉の前名となって定着した。中村福助という名跡は極めて異質な側面を持った名跡で、かつてはそのこと自体の方がその名跡を名乗る役者よりも有名だった。明治の初年から昭和の中頃にかけて、実に100年間もの間、この中村福助を名乗る役者は東京と大阪に常に一人ずつおり、 それぞれの福助はもう一方の存在を認めないという異常な状態が続いたからである。これでただでさえ福助を名乗る役者が倍になったのに加え、東京では福助の襲名頻度が通常の倍というもう一つの変則的事態が続いた。数が多い分、中村福助を名乗る役者は相対的に印象薄にならざるを得なかったのである。慶応三年夏、 折から大阪に来園中の二代目、中村福助が数え29歳で急死した。ただでさえ客足が遠のきがちな暑い夏の森、二代目福助の人気を頼みの綱にしていた工業主は当てが外れて弱ってしまった。そこで給与の策で白羽の矢を立てたのが二代目福助の門人、四代目、三増す他人という役者だった。四代目他人は、 大阪出身の役者で、当時は五代目、ミモス大五郎の養子となっていた。来坂下二代目福助はこの四代目他人の素質を認め、改めて自らの門人とした上で側に置くようになっていた。門人といっても、福助より二歳ほど年下なだけで、しかもその芸はなかなかしっかりしていかにも道に入った様子だった。そこでこの工業主は四代目他人を口説き落としにかかる。 亡き二代目福助はあなたに一目置いていた、次の福助を襲名するのはあなたを置いて、他にはいないではないか、と持ち上げて、とうとう彼をその気にさせてしまったのである。ところが東京には、留守居に残してきた二代目福助の皇帝へ、二代目中村正次郎がいた。この中村正次郎という名跡は、二代目福助の全名だった由緒ある名跡である。 師匠の全名をいただくぐらいだから、注目が一致する工程には違いなかった。大阪の動きなどは知ろうはずもないマサジローは、師匠の法要がひとまず済むとこちらも三代目福助を襲名する準備に取り掛かっていたのである。翌慶応四年、この両者はほぼ同時期に東京と大阪で、それぞれ三代目中村福助を襲名する。こうして、 東西の舞台には二人の中村福助が相並び立つことになった。旅先で看板役者が隠しする。するとその役者に従っていた門弟と留守を預かっていた兄弟子の双方が国首相の名跡を共に襲名してしまう。実は江戸時代にはこのような事態がしばしば起こった。しかしほとんどの場合は後になって先に死去した方を時代、長生きした方を時時代とし、 双方ともその名跡の代々に加えることが多かった。わだかまりが後々まで大を引かないように工夫したのである。ところが、この中村福助に限っては、話がこじれにこじれ、その結果以後100年間にわたってこの名跡を名乗る役者が東京で6代、大阪では3代、それぞれ続くという状態が続いたのである。こうして、東京と大阪にそれぞれ同じ名で、 しかも大数まで同じ中村福助が並び立つようになると世間ではそれぞれの福助に各々の野望を冠して東京の福助は聖、駒屋中村福助、大阪の福助は高砂や、中村福助と呼んで区別するようになった。しかし、当の本人たちは当然のことながら自らが正真正銘の中村福助であると言って譲らなかったのである。 中村福助の名跡が、各も長きにわたって分裂し続けた理由の一つに、東西の三代目福助の器量の差が挙げられる。大阪の三代目福助は傑出した役者だった。時代物と世話物を特に得意として、早くから風格のある芸風を見せていたが、これが後に関西歌舞伎の屋台骨を背負う大看板となり、 大正の末年まで舞台に立ち続けて81歳の大王女を遂げた名優二代目中村梅玉である。一方、東京の三代目福助はというと、実は大阪の福助よりもさらに6歳も年下だった。二代目福助の皇帝というのも、実は以前に初代福助の養子となったが後に離縁されたという経緯があるからで、芸の方も和ごと実事。 仇役、女方と幅広くこなしたが、今一つ際立った芸に欠けていた。明治十四年には王を煮やした宗家の初代中村千後、太郎に意見されて、福助の名跡を彼に譲らざるを得なくなり、自らは中村久志蔵と改名したが、泣かず飛ばずで、失意のうちに数年後四十三歳で早死に、してしまった。事実上三代目に圧力をかける形で、 福助の名跡を奪い取った、初代、千五太郎を改め四代目福助こそ、やがて、東西随一のお山と歌われる、大役者となった五代目、中村歌右衛門である。彼はそもそも初代福助の皇帝で、その養子にまでなっていた。ところが、初代福助の後を襲ったのはその実定で、しかもその後は二代目の皇帝が継いだことから、千五太郎は、 宗家とはいえ一時は冒険に近い立場にあった。やがて大阪の三代目福祉家に比べて東京の三代目福祉家が年を追って見劣りするようになると千代太郎は宗家の立場で意見してこの逆転劇を成功させたのである。同じ門弟上がりでも宗家の養子になっているのといないのとでは発言力にこれほど大きな違いがあった。こうした事情もあって 東京の四代目福助は、この、福助の名跡に人方ならぬ愛着を持っていた。しかし、それを執着であったがごとくみなして、福助の名跡は一瞬たりとも空白にすべからず、うんるんと遺言,言したというのは、後年になって広まった伝説の息を出ない。東京では確かに、大阪の場合の福助が生まれたが、これは四代目福助が四代目士官を襲名した後五代目。 歌え門を襲名したため、以後東京の聖、駒屋福助は、主観と歌え門両方の全名になってしまい、使用頻度が倍増したからに他ならない。もっとも、今日ではこの伝説は、事実としてその子孫にも受け入れられている。また、聖駒屋四代目の長男である聖駒屋五代目福助は、父に先立って創生してしまったが、聖居の同年のうちに次男に、これを与えて、 聖駒や六代目福助としさらには次の自らの後継者とした。この時の襲名速度に加え、五代目の維持が存在したことで、聖駒や着流そのものが二系統に分裂したことも、福助の襲名数が増えた演員、また、一度たりともを実践しているかのように見える要因である。五代目と六代目は17も都市が離れており、五代目の 維持は逆に六代目よりわずか十一年したのだけであった。間もなく四代目も亡くなり、六代目もこれをおもんぱかって、老いの系統を将来の後継者とした。一方、六代目自身の妻もまた創生し、実子に恵まれることはなかったが、妻の遠石筋の子を養子にしたことで六代目の系統も続いた。これより、しばらく、聖駒や着流は、地後太郎、福助、 士官、歌えもんと三度の改名を経る系統となった。歌舞伎界で三度の改名を経る例は少なくないものの、宗家の襲名としては多く、また、襲名部隊も大きな名跡の系統だと、その分大きくなる。1941年、六代目福助は六代目、士官を襲名し、同時に老いに七代目福助を襲名させた。また、1967年、 六代目士官改め六代目中村歌右衛門は、老い七代目福助を七代目士官に、自身の幼長誌二代目加賀谷福之助を八代目福助に、そして初舞台を迎えた七代目の長男を千五太郎に、それぞれ偶した。このたすきがけ襲名は、いずれの福助の存命中に名を継がせ、親やいとこなど仙台がより大きな名を襲名する際に、付属させる形で、 福助が襲名されてきたため、六代目襲名以降、一度たりとも、聖、駒や福助の名は途絶えていない。加えてに系統がそれぞれ中間名跡を交互に襲名することで、襲名スピードが上がったのである。さて、大阪の福助は、さすがに、歌えもんを襲名することまではできないので、三代目。 歌い門が拝命として使っていた、梅玉を新たに名石として独立させて、高砂屋を建て、いずれそれを止めなとして襲名する名石に落ち着いた。高砂屋の三代目福助が二代目梅玉を襲名すると、その用紙がすぐに、高砂屋四代目福助を襲名。これが二代目、梅玉の死去後に三代目梅玉を襲名し、その用紙が、またすぐに、高砂屋五代目福助を襲名。 こちらも、福助の名を絶やすことはなかったのである。しかし昭和44年、高砂屋五代目福助が死去すると、高砂屋では家計が耐える。ここで、遺族はあえて皇帝を養子に取ったりなどはせずに、そろそろ潮時と中村福助の名跡を、この再生駒屋に返上することを申し出た。これを受けて六代目、中村歌右衛門は、 聖駒屋八代目福助を襲名した幼長氏を平成四年に高砂屋の四代目中村万玉とした。ここに百年以上にわたって分裂していた中村福助の名跡は統合され、中村万玉の名跡も野号こそ違うものの事実、上成駒屋の参加に組み込まれることになったのである。また、これと同時に、先日の五代目小太郎が九代目福助を襲名し、 以降、福助の名は七代目福助の、長男系直系にのみストレートに継承されていく、三段が整った。前日したように七代目主観と六代目歌右衛門は、年がそう離れておらず、六代目歌右衛門の没時、七代目主観はすでに、主官として、名声を得ており、また今更、歌右衛門を襲名する年齢になかった。七代目主観は歌右衛門を襲名せず、この九代目福助が、 直接歌い物を襲名する予定である。七代目士官没後空名跡となった士官は、七代目の次男が八代目として襲名した。倍玉と合わせて、ここに福助の後に襲名する名は、完全に分離される形となった。十代目福助は九代目の長男が直接、継承することが、すでに公表されているが、 同時に七代目歌え門を襲名する予定である九代目福助が病に倒れたため、2017年現在襲名は棚上げ状態にある。一方、四代目梅玉の後継者として、2019年8月に梅玉の部屋後の中村梅丸が、同年11月に初代中村つぼみ玉を襲名、養子になることが発表された。聖駒屋義音種聖駒屋内梅屋号は、 聖駒間屋。縄文は聖駒間屋祇園神。河右門は聖駒間屋内梅。祇園主祇音銀南屋号は高砂屋。縄文は祇園神。河右門は祇園銀南。ありがとうございます。